ポーターです。伝説、そしてアベレージダブルダブルをマークしているポーターがここは押し込んでいきました。回り込んで青森がリーグ14チーム中10位、西宮は13位。スローインは渡辺、さあポーター戻す、金田、ハミルトンからアリウープダンク、ポーターのワンハンドダンクが決まった。13番のキャプテンローカラとともに今日で299試合目です。アタック池田、バンテンプレーになるでしょうか。エンドワンゲット、リードを広げられるか。西宮、谷から松崎、松崎からこれもアリウープ、両手でダンク。スリーポイントシュートを2本決めています。2分の2でした。さあここがそのまさにアリウープダンク、第2クォーターでのアリウープ。第1クォーターのラストプレーもこのポーターのアリウープダンクでした。スネタを前にします。ボール回してハミルトン、オープンでのスリーポイントシュート、落ちたが自分で拾ってスタップシュートを決めてみせました。デイビスのシュートは落ちた。長いパス、ギメッツ、なんとかつないでゴールした。なかなか苦しい場所まで行ったんですが、しっかり冷静に長い腕でゴールに。モンゴメリー2人に囲まれてパスを受けて池田からデイビスのスリーポイントシュート、大きく湧き上がる。リバウンド争いは西宮、ハミルトンがボールキープし持っていく。東海林が前にいますがお構いなし、重戦車のごとく。長い距離、デイビスの前にはポーターがいます。ボールもらって東海林だ、東海林のスリーポイントシュート、特別指定選手。川島逆サイドへ、松崎がフェイク、そして最後はハミルトン、鮮やかなパス回し。下山のアタック、高く浮かせたレイアップ、フープシュートのような形。今度はアリウープ、今日3つ目、ポーターのアリウープダンクが決まる。つないです、ハミルトン浮かせてゴール下。ここもディメッツがつない、ハミルトン、そしてディメッツ、佐藤がなんとかアタックに行った。 E リーグデビュー戦、その杉山がボールをもらおうというところ、内田がカット、内田がここでシュートを放っていきました。